女子 1500m 決勝始まります。女子走り高跳び競技が終了です。トラックでは女子 1500m 競争決勝です。昨日の予選を勝ち抜きました15名の選手を紹介いたします。黒岡奈々さん、鹿児島女子、鹿児島。安本かりんさん、須磨学園、兵庫。猿見田由香さん、豊川、愛知。富谷由紀さん、時は群馬。中川彩香さん、翔平、埼玉。上田美奈さん、成田、千葉。小林由香さん、時は群馬。白鳥さゆりさん、佐原、千葉。山田ひなのさん、豊川、愛知。山本ありささん、鳥取中央行きの隣。モニカ・マーガレットさん、青森、山田、青森。鶴見あずささん、豊川、愛知。加藤凛也さん、白鸚女子、神奈川。矢作かなこさん、青森、山田、青森。樺沢わたなさん、時は群馬。以上15名で女子 1500m 競争決勝です。進んでおります。先頭リードは青森山田、青森のモニカ・マーガレットさん。さあ、バックスタンド前、男子棒高跳び、5m30 の3回目。会社足までの佐和君。大変なコンディションの中、熱戦が繰り広げられた男子棒高跳び競技が終了です。
まもなくトラックは 1000m 通過。 1000m は2分52秒。少しずつ後ろの選手たちが先頭との差を詰めてまいります。初の速報です。ダイヤマの一着は倉岡奈々さん、鹿児島女子鹿児島、4分20秒82。2着加藤美奈さん、加工女子神奈川、4分23秒35。3着住見敦香さん、豊川愛知、4分23秒93。4着は小林優香さん、常盤群馬、4分24秒44。5着は矢崎加奈子さん、青森山田、青森、4分24秒54。6着中川彩香さん、翔平埼玉、4分25秒41。スクリーンリプレイです。素晴らしいラストスタート。